80億でスタートした人が今50億とか、うん、50億でスタートした人が今200億とか、うん、減った人もいますよね。減らないし。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。お帰りなさい。はい、戻ってまいりました。今回はですね、ファミリーオフィスについて志田さんに聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。おいシンガポール戻ってきまして、うん、後ろマリナベイサンズの前のお店でちょっとビール飲みながらね、うん、お伝えしたいと思います。今シンガポールは10月の今日が26で、まあ、すげえやっぱ暑いんで、ちょっとごめんなさいビール飲みながらね。で、あの皆さんね、ファミリーオフィスって知ってます？僕もね、シンガポール来るまで知らなかったんですけど、どうやらプライベートバンクで運用してる人たちよりももっとでかいお金を運用するファミリーオフィスっていうのがあるらしいんですよ。僕は知らなかったんですよ。だからもう要はどういうことかというと、保険の代理店みたいな、例えばプルデンシャル、ちょっと申し訳ないですけど、プルデンシャルとかにお願いするよりも、トップを行った人たちが自分で独立して最適な金融資産は何かっていうのを、いろんな要は保険会社の商品を買えるように運用できるような形で、もう一つなんかオフィスを作っちゃうんですよね。そうです、資産運用部隊です。だからその人のための資産運用プライベートバンクって感じですかね。そうですね、はい、っていうのがファミリーオフィスっていうらしく、なんか今もう時代の流れ的にプライベートバンクよりもファミリーオフィスがどんどん世界では主流になってきてるらしいです。そうなんですよね。そうですね。で、日本はちょっと遅れてるらしく、まだまだこうその辺の浸透が進んでないらしいですけど、でもこの先多分日本でもファミリーオフィスっていうのはどう広がっていくんですかね。そうですね、まあ、広がっていくと思いますね。でも今やっぱシンガポールは、うん、金融庁がそういうふうに舵を取ったので、うん、この1年でだいぶ増えてきましたね。もう200ぐらいになってきた、ファミリーオフィスが。はい、うんうん、あ、そうだそうだ、僕ね、あの後でも話しますよ、志田さん超お世話だった。はい、こないだのビザね。そう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 。ちょっとシシさん、あの自己紹介と教えてください。ちょっと、あ、はい、ファミリーオフィスについて。はい、僕の会社はの プロビデンシアウェルスっていう、ファミリーオフィスで、まあ、もともとアルゼンチン あのベンベルグ系一族の専属のファミリーオフィスからスタートして、だんだんとあのベンベルグ系以外のお客さんもサービスするようになって、まあ、今170年ぐらい続いてきてるんですけど、今年の5月にまあ MBO して、うん、あのシンガポール単独っていう感じになったんですけど、まあ、そんな会社ですね。それを去年、うん、MBO 社っていうのは誰が MBO？ シンガポールオフィスの、まあ、僕らマネージメント役員とあと一部従業員で、うん、資本金全部買い戻して、はい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 、お金ないから借金して買い戻して、はい、まあその後もあのベンベルグ系とは仲良くしてて、あ、アルゼンチンのさ、はい、あ、なるほど、はい、あ、じゃあシンガポール支店だけなんか MBO したっていうイメージ。そうですね、そうですね。いくらぐらい金かかったんですか？あ、内緒10億ぐらい。え、本当にリアルですか？はい、リアルで。あ、でも10億ぐらいで買えるんですね。身内の MBO なんで。あ、身内のね、はい、安くしてから。なるほどなるほど、はい、そうか。じゃあ相手方にもちゃんとメリットあるような契約が続くってことですね。そうですね、はい、まあ、そのままサービスはずっとやります、うんうん、で、ファミリーオフィスって何なんですか？なんかファミリーオフィスをこっち来て初めて知ったんですけど、うん、さっき説明したんですけど、うん、そもそも、そうですね、簡単に言うと、まあ、簡単に言うと僕のイメージの中では、うん、昔の良きプライベートバンクのをそのまま地で行ってるっていう感じ、ね、あ、なるほどね、あ、まあ、今プライベートバンクって日本もそうだし、うん、香港やシンガポールでも、うん、そのまあ、運用に特化してるというか、うん、まあ、運用ばっかりというか、うん、運用に対してサービスするのがプライベートバンクという感じになっちゃってますけど、うん、昔僕がこの金融業界に入った頃はプライベートバンクってやっぱりスイスで、うん、スイス、スイス、ね、そういうイメージがある、ね、運用ももちろんするんだけど、うん、指定教育を手伝いしたり、うんうん、ボーディングスクールへ入れるコネクション持ってたり、うんうん、財団作ってあげたり、うん、まあ本当いろんなことをやってます、運用以外の。だから、いや、僕最初プライベートバンク知ったのが、うん、それこそ15年ぐらい前で、うん、その時のプライベートバンクのイメージって、うん、お金を運用するだけじゃなくて、うん、それこそ言ったような海外のスイスとかのインターナショナルスクールの斡旋であったり、うん、なんかビザ取得の手伝いだったり、うん、
なんかあのいろんな付帯サービスがあるイメージだったんですよ。そうですね、やっぱ家族周りのことをいろいろやってたじゃないですか。そうそうそう、相続とかね、うん、でも今はそう、確かに周りもいる人たち見るとお金の運用みたいな、もう運用会社、うん、なるほど、証券会社と何も変わんないよね確かにね。だからその昔の良きプライベートバンクでやっぱいろいろやってくれる方が、まあ、預ける側としては楽っすよね。そうですね、相続もねやってくれるし。そうですね、だからそこにニーズが出てきて、うん、だんだんそっちに流れていってるってことなんですよね。そうですね。でもしかもあれなんですね、そのご聞きですごいなと思ったのが、そのだから別にそのファミリーオフィスにお金を預けるわけじゃないんですよね。プライベートバンクとかにいろいろ口座を開いて運用していって、その運用をプライベート、ファミリーオフィスの人が代行してやってくれるっていうことなんですよね。そうですね。でやっぱそのプライベートバンクだとその銀行業運用しかできないけれども、そのファミリーオフィスだったらやっぱその取り扱いできる商品とかもあの幅が広がる。一応プライベートバンクでもなんか例えばね、いろんな銀行をまたいで運用を口座さえ開ければできるし、うん、どこで儲かるかも分かってるから、うん、交渉できるんですよ。そうですねで免許持ってるんですからね、運用免許持ってる。そうですね。なるほどなるほど、はい、プライベートバンクと同じように、うん、僕らもあの、まあ、シンガポールだとキャピタルマーケット CMS ライセンスってのがあって、うん、それをちゃんと取得して、やってますし、例えば僕のお客さん、例えば UBS に口座持ってますとか、まあ、UBS のシンガポールにあるプライベートバンク、ね、そうですね、バンクオブシンガポールですとか、うん、ドイツ銀行ですとかいろいろいますけど、うん、僕らはどこの銀行にも属さず、うんうん、お客さんがもし美容室買いたければ美容室、うん、で別のバンクに買いたければ買えることもできる、買えるし、2つ持つこともできるし、うんうん、でまあ、例えばドイツ銀行でちょっとあこれちょっと結構面白いねっていう時、うん、あの本来ドイツ銀行のものなんだけど、うん、それをちょっと仕入れてきて、うんうん、お客さんはバンコブシンガポールに口座持ってて、うん、でそこであの買ってもらったりっていうことも、まあ、やりますし。なるほどね、はい、だから銀行を横断していろいろ投資ができるから、そうです、ね、バリエーションの幅が広がるってことですよね。そうですね。志田さん、あの、シンガ歴とそのファミリーオフィス歴どれくらいなんでしょう。今シンガポールは、うん、16年目めっちゃ長いからですね。最初奥にあるこのマンナベーサンズがまだ立ってないから、立ってなかったですよこれ、はあ、そこ森でしたからね森っていうか林、でした。でファミリーオフィス歴は、ファミリーオフィスはこの会社が立ち上がったのが11年前なんで、うん、その立ち上げの時からだから11ですね。だシンガポールの最初の5年はフランスのソシエ・ジェネラル銀行のプライベートバンクにいたんですよ。まあ今 DBS ですけど、うん、その前はどこにいた。その前は日本にいて、はいはい、日本ではあのシティのプライベートバンクにいましたね。東京にいたんだ東京会ビルの中にいましてプライベートバンクのことをよく分かってるんですね。そうですね。だ今日本の、ね、UBS とか CS とかいろいろありますけど、うん、そこの、まあ、マーケティングのトップは、うん、あほぼほぼ全員シティだと思うんですけど、はいはいはい、僕が一緒に当時は、うん、席並べてた諸先輩方が、うん、日本のプライベートバンクのヘッドをやってますからね。そうシティの残党といったら怒られるかもしれないけど、いやでもそういう人たちがそうです、ね、今も牛耳ってるっていうことです。そうですね、うん、面白い。でも、そうそう、その、誰でも口座って、口座というか取引できるわけじゃないんですよね。どうなんですか？その、ファミリーオフィスをに、で、運用する基準みたいなのがどうなのかっていうのと、うん、でも見てるか、くれてる方が、日本で見てくれてる方が多いと思うんで、うん、なんか、例えばこっちのプライベートバンク、シンガポールのプライベートバンクだったら、こっとシンガポール住んでなきゃダメだよとかあるじゃないですか。うん、まあ、日本でもその金融庁のね、なんか規制があったら、そうですね。でも銀行業じゃないじゃないですか。そうですね。でしかもシンガポールの法律の上でやってるから、うん、リアルにどうなんですか、お客さんとか、うん、実際どれくらい金額から相談できるのかとか、うんうんうん、まあ、お客さんはシンガポールに住んでようが、うん、日本に住んでようが、まあ、他の国に住んでようが、うん、何の問題もなく日本にいるお客さんの方が僕は少し多いですし、で、まあ、基準はまあいろいろですけど、まあ大体2、3億ぐらいからっていう。
のがまあミニマムで、ミニマムが ね、はい、プライベートバンクだとそこがなんか1億未満とか、まあ、5000万ぐらいがなんか加減のイメージですけど、やっぱ複数にやるってなると、やっぱ2、3億、まあ、できれば3億、そうですね、3とか5とか、ね、5億とかが、はい、あ、なるほどね、あ、じゃあそれくらいの金額からファミリーオフィス、そうですね、で運用してる。だからね、俺なんか最近思うんですよ、アメリカの戦エクスプレスのセンチュリオンカードってもうなんか最近誰でも配ってるイメージがあるんで、うん、そうですね、そうそうね、そうそう、だからあのアメックスのセンチュリオンで金持ちって思っちゃダメっすよ。いやいやいや、それでもすごいっすよ。もしかしたら、いや、あのファミリーオフィスで運用しますけどっていう方が明らかになんか、ハードル高いし、ステータスの面でいくとあるんじゃないかなと思ってて、実はどうなんですか。そうですね、僕らのお客さん、まあ、もちろんミニマムは2、3億からなんですけど、うん、一番まあ点数で多いのは、うん、やっぱ10億から50億ぐらいの人が点数的には一番多くて、うん、でもちろん中には100億とか、うん、まあ、もちろん1000億ぐらいの人も数多くないけど、うん、え、日本人ですか。日本人もいるし、外国人も、うん、まあ、外国人の方です。ああ、そうですね、うん、でもまあ数千億の人から数百億の人ももちろんいるし、もちろん2、3億っていう人もいらっしゃるし、うん、いう感じ。まあ、ボリュームゾーンは10億から50億ぐらいが一番数は多いかな。なるほどね、まあ、スタートがね、はいはいはい、スタートがね、うん、で徐々に徐々にまあ、うん、皆さん増やしてくれるんで、うんうん、10億でスタートした人が今50億とか、うん、50億でスタートした人が今200億とか、うん、え、10億でスタートした人が50億、あ、200億、あ、います、います、何年間10年ぐらいいるから、ね、あ、10年ぐらいか、あ、だからそれを保証するわけじゃないけど、そういう人もいるってことですよね。そうですね、まあ、うん、増えただけじゃなくて、私たち追加してくるから。あ、そうかそうか、追加してくるから。なるほどなるほど。減った人もいますよね。減った人も、まあ、あの 1% ぐらい。あ、そうなんだ。そんなもんですよ、減らないし。あ、そうなんだ。だってリスクはあんま取らない。あ、リスク取らない、うん、あ、そうかそうか、別になんかアグレッシブに投資するわけじゃなくて、そう、その健全なね、まあ、わかんないですよ、債券とかで。そう、ほとんど債券の人が、まあ、ほとんど一部もそうだね、僕のお客さんでいうと全体の 5% 以下ぐらいが株をいっぱいやります。ポートフォリオの大多数はもう債券で固めてるっていう人が、まあ、圧倒的に多いので、特に金額が大きくなればなるほどそういう傾向が、確かになんかそんなイメージですね。そんな事業で皆さんリスク取って忙しくしてるから、マーケットはそんなにゆっくり見てらんないし、でも少しずつ増やした、うん、確かに事業でリスク取ってるのに、その資産運用でリスク取ってね、うん、ドキドキする必要ないでしょ。必要ないでしょ。確かに、だってみんな事業やってる人は事業が一番得意なの。確かに、いや、そうだ、これより儲かる方法ないよね。ああ、やっぱそうっすか、うんうん、だからもう一番儲かる事業にも全力投球してもらって、うん、でも増えていくから事業で、うん、資産が、うん、だからそれを僕預かって、うん、固く回す。なるほどね、うん、健全なんですよ、健全っていうか、はい、そこはね結構そのアグレッシブな感じなんですね。うん、アグレッシブ、本当にいろんなことを手掛けてて、うん、ちゃんと収益が上がるものが幅広にあるので、うんうんうん、どう考えてもなんかファミリーオフィスの感じですM&A 実務完全習得講座というものをですね、M&A バンクをノートで販売始めました。これはですね、かなりのノウハウが詰まってます。会社を売りたい方はぜひチェックしてください。